マイケル・オーシエロは、アメリカ合衆国のテレビ業界、ジャーナリスト・オン・俳優、ニューヨーク市に在住。アメリカ版、t v ガイド氏及び tvguide.com のシニアライターを務めていたが、2008年5月28日をもって辞職し、エンターテインメントウィークリー市に行こう。同7月2日、ew.com のブログ、オ城ロファイルズに初投稿した。 2010年10月4日、E を去る旨を発表。JPEN スキー運営のメールドッ c o m メディアに参加し、新たなテレビ関連サイト TVLINE.com を立ち上げた。ニュージャージー州ロセルパークで育った。南カリフォルニア大学を卒業。ソップス・インデプス市で、シニアニュースエディターを3年間務め、エンターテイメント・トゥナイトの広報担当を経て、週刊、TV ガイド市に参加した。 TV ガイド誌では2本のコラムを担当。そのうちの1つ、ザ・オーシロー・レポートでは、テレビ番組、スタッフ、キャストに関するプレスリリースや先取り情報を取り上げた。週刊誌という性質上、同コラムは週1回の印刷記事だったが、やがてオンラインのブログに発展し、頻繁に更新されるようになった。もう1つの、アスク・オーシロはオンラインのみで展開され、 毎週、読者から寄せられた質問 E メールに Q&A 形式で答えるというコラムだった。また、tvguide.com では、t v ガイド、トー c o m では、t v と呼ばれる、週1回のポッドキャストにも参加。さらに t v ガイドチャンネルの番組、ザ411の中のザビッグファイブという5分間コーナーで毎週、エンターテインメント界のトップ5ストーリーを取り上げた。なお、 ザ・オーシローレポートのボッドキャスト版もあったマイケル・オーシエロは TV ガイド在籍中から他社のメディアにも登場しコメントを提供している Today Good Morning America Fox Friends American Morning Inside Edition Extra Access Hollywood Entertainment Tonight などといったテレビのニュースバラエティ番組のほか シリアス衛星ラジオ局の朝の聴取者参加型番組、ウトック・イン・ザ・モーニングにも定期的にゲストで登場し、リスナーを相手にテレビ番組、人気スター、ストーリー展開、スクープ、ネタバレなどについて話す。数多くの俳優やプロデューサーにコネがあり、その中の一人であるエーミー・シャーマン・パラディの制作によるギルモア・ガールズのほか、ベロニカ・マーズやスクラブス・コイの お騒がせ病棟にも亀を出演したことがある。オーシエロはクリスティン・ドス・サントスやマット・ミトビッチとはフレネミー同士だとされる。オーシエロはペスクタリアン内し、ペスコベジタリアンである。ありがとうございます。